1952年、スターリンノート当時のドイツ、ザールラント復帰前で、ベルリンが4カ国に占領され、東部領土がない状況スターリンノートは1952年3月10日、ソビエト連邦の指導者、ヨシフ・スターリンが西側諸国に対し、ドイツ再統一と中立化に関する交渉を申し入れた外交文書とスターリンの西側諸国への返信を指す。西ドイツ首相、 コンラート・アデナウアーや西ドイツ政府は、スターリンによる西ドイツの西側への統合の妨害と、みなし、スターリンノートを拒絶した。これは今日でも歴史学では、一般的意見である。しかし、少数派はスターリンが、自分の提案を真剣に考慮していたと考えている。今日、歴史家のドルフ・シュタイニンガーはこの見解の、代表者として最もよく知られている。 特に近年のアメリカ側のアーカイブの開放によって少なくとも西側戦勝国の内部でノートを受諾して中立的なドイツ再統一を模索する動きがあったことを明らかにしている。1945年に第二次世界大戦が終結した後、いわゆる冷戦が勃発しヨーロッパとドイツが東西に分断された。ドイツ西部は1949年に 議会制民主主義のドイツ連邦共和国が、東部はソ連によって作られたドイツ民主共和国が形成された。東西ドイツがそれぞれの勢力圏に統合されたことで、統一の可能性は遠のいた。共産主義者は自由選挙で権力を失うことを恐れた。西ドイツのコンラート・アデノーラー首相は、このような状況下での統一は不可能であり、西ドイツと 西側諸国をより緊密に結びつける必要があるとの見解を示していた。そのため、軍事面も含めた西ヨーロッパの統一を目指し、西ドイツは西側統合軍の一部としての軍隊を構成することになっていた。この構想は欧州防衛共同体でのみ試みられた。EDC 条約は、スターリンノートが否決された後の1952年5月に、 予定通り調印されたが、その後のフランス議会では批准されなかった。スターリンと東ドイツは、東ドイツ国内で、すでに平英人民警察が設置されていたにも、かかわらず EDC を非難した。ドイツと第二次世界大戦の戦勝国との間の平和条約もまだ保留されている状況だった。統一問題では、東は平和条約交渉を要求しにしは、 ドイツ全土における自由選挙を要求した。スターリンノートは統一の失敗を西側のせいにしようとする東側プロパガンダの延長線上にあると見ることができる。1951年9月15日、東ドイツ政府は西ドイツ政府に選挙の開催について会談を申し入れた。しかし西ドイツ政府は SED との会談を拒否した。それは 東ドイツが対等な権利を持つ国家として事実上認められることを意味するからである。連絡は常に戦勝国経由で行われていた。その代わり西ドイツ政府はドイツ全土で自由選挙が可能かどうかを調査するために国際連合の委員会を設置することを望んでいた。西側諸国の要請を受け、この委員会は1951年12月に開催された。しかし、 東ドイツ政府はこれを拒否し、戦勝国の委員会が審査を行うべきとの見解を示した。パリでの事前会議では、SED は2つのドイツ政府に平和条約を議題に盛り込むよう求めるべきという考えを持っていた。ソ連指導部は、西側諸国に平和条約の交渉を申し出ることを考えた。外相会談は行われなかったが、この計画は西側の自由選挙の要求と、 まだ未設置の西ドイツ軍の西側軍事同盟への統合の双方を恐れ、ソ連政府が追求したものである。そこで、SED は西側の選挙要求を封じるため平和条約の問題について主導権を握った。東ドイツ政府はまず、西ドイツとの平和条約交渉開始に向けて4、大勢力に改めてアピールした。約2ヶ月後、ソ連は、 構想を発表することになった。この覚書の初行は、早くも1951年8月に、ヨシフ・スターリンに提示された。数々の修正と、基本コンセプトの変更を経て、最終版は7ヶ月後の発表に向けて準備が、整った。1952年3月10日、ソ連外務次官アンドレー・グロムイコは4者会談を召集し、 ドイツ問題の解決に関する外交文書を西側占領参加国に手渡した。覚書には次のようなことが書かれていた。まだスターリンが西側統合を干渉していない状況を考えると西側諸国にとって3月の外交文書の内容は想定内だった。しかし西ドイツを西側に統合するための条約が締結されるまでは いかなる状況下でもソビエト連邦との交渉に入ることを望んでいなかった。したがって西側は当面の間平和条約の交渉を遅らせる目的の回答を寄贈した。アデナウアーが意見を求められたのは西側戦勝国の外相が最終案を決定した後だったので彼は微調整を加えるに止まった。スターリンの3月文書に不信感を持っていたが 回答書では西側が申し出を断ったという印象を与えないよう頭から却下しないよう求めた。1952年3月25日、モスクワでイギリス、フランス、アメリカの政府から初の回答が手渡された。そこには以下のようなことが書かれていた。コンラートアデナウアー首相の優先事項は明確であった。それは ドイツ連邦共和国を西側に統合することで、ドイツの再統一は、抽象的で、長期的な目標であり、現実には期待できないものであった。自由で統一されたヨーロッパにおけるドイツ統一の回復は、確かに彼の政権の第一の目標と考えられて、いたが、ドイツ連邦共和国が西欧に統合された後で、なければ、再統一はできないという意味であった。彼の考えは、 統一と同時に、東欧も変化を遂げなければならないというものだった。ドイツ連邦共和国の西欧同盟への統合が成功しなければ、西ドイツは必然的にソ連の大混乱に巻き込まれることになる。このため、3月の文書は単なる妨害の火種であり、その目的は、ドイツ連邦共和国を自由のない衛星国の 状態に引きずり落とし、欧州の統一を不可能にすることとみなした。そのため、彼は、西側諸国とのすべての交渉を、あたかも文書が存在しなかったかのように継続したいと、考えた。スターリンの申し出は本気ではないというアディエナウアーの、見解は広く共有されていたが、覚書を受けた時の反応については、意見が分かれた。ヤコブ・カイザーは、領土関係大臣として、 橋渡し論による東西の中介役としてのドイツを推し進めていた。自由選挙の要求とポツダム国境の拒否についてはアデナウアーに同意したが、それにもかかわらず、彼はソ連の提案を非常に真剣に受け止めていた。1952年3月12日のラジオ演説で、カイザーはこの覚書にかなりの政治的意義があるとしながらも、 最も慎重な予備知識を持って見るべきだとの見解を示した。統一の機会を逃さないよう、ソ連の提案を慎重に検討するよう要求した。他の閣僚や自由民主党の一部も、同様に連邦共和国の態度のために再統一が失敗したという印象を与えないように、スターリンの申し出を少なくとも真剣に検討すべきだという意見を持っていた。そのような検討をすれば、 スターリンが自分の申し出を真剣には考えていないことがすぐに明らかになるだろうし、彼の狙いもわかるだろう。一方、アデナウアーは検討にはデメリットしかないと考えていた。それでも、アデナウアーは独裁者、スターリンの申し出は真剣なものではなく、自由選挙の要求に関して譲れないという点では、閣僚、野党ドイツ社会民主党、一般国民と意見が一致していた。 しかし、連邦共和国は、ドイツの分断について何もできないという不安を抱いた。スターリンノートについて報ずるライプツガー、フォルクス・ザイトング氏の号外を読む女性東ドイツでは、この書簡は正式な形で熱烈に受け止められた。ドイツ社会主義統一党の機関誌、ノイエス・ドイチュラントは、平和的統一を目指すドイツ国民の愛国的勢力の闘争を重視した。 東ドイツの夫をグローテ・ボーリ首相は3月14日の政府宣言で覚書をどのように解釈したかについて述べ、その中で東ドイツを民主的な自由国家、ドイツ連邦共和国を非民主的なファシズム国家と表現し、統一ドイツの中に反平和、反民主勢力があってはならず、さらにドイツ全体が東ドイツの5可燃計画に同調しなければならないとした。 ドイツ社会主義統一党中央委員会書記長のバルター・ウルブリヒトは覚書の解釈についてはっきりとした見解を示した。それはドイツは西側に依存するようになるきっかけとなった一般戦争条約に対する反応として理解されるべきであり、ドイツは共産主義、いわゆる世界平和圏の中でしか自由で平和的に発展することができないとした。 1952年4月9日に送られた第二次、スターリンノートでソ連は平和条約の基礎となる、ドイツ統一政府の樹立に向けた交渉を開始すべきだとの立場を堅持していた。スターリンは自由選挙が、ドイツ統一の基礎となりうることは認めたが、選挙監視は国連ではなく、戦勝国が行うべきだと主張した。一方、ポツダム会議で定められたオーデルナイセ戦でドイツは、 統一されるべきであり、同盟の問題については再軍備したドイツが他国に対する攻撃的な同盟に参加すべきではないことを表明した。1952年5月13日の西側の第二次回答では自由に選挙された全ドイツ政府が条約交渉に参加しなければならないことが改めて強調されていた。 さらに西側は戦勝国の委員会が選挙を監督することも可能であることを認めたが、委員会は政府代表ではなく中立な参加者で構成するよう主張した。西側が主張する自由選挙が先か、ソ連が主張する平和条約交渉が先かの争点が残った。欧州防衛共同体条約調印の前日にソ連は第三次予防描きを送った。その中でスターリンは、 西欧諸国の条約を批判し、平和条約の交渉を遅らせていることを非難した。また、条約交渉時の全ドイツ政府は戦勝国の支配下に置かれたままでなければならないと述べた。西側が1952年7月10日に行った回答で、社会主義統一等による東ドイツの中央集権化、集団化、司法制度の変更を批判した。 会議で平和条約はまだ交渉されるべきではなく、選挙委員会で決定されるべきだと述べた。ポツダム会談の決定が交渉の基礎となり得るか、どうかという問題は、依然として意見の相違が続いた。西側の見解ではこれらの決定は1945年以降のあらゆる経緯と矛盾していた。1952年8月23日、ソ連は最後の覚書を送った。 この書簡はソ連の主な立場と批判を繰り返していた。さらに西側諸国は戦勝国が選挙を監督することを認めたにもかかわらず、突然ソ連は国際的な選挙委員会の設置を完全に拒否した。その代わりドイツの両国家が責任と対等な代表権を持つ委員会を設置すべきだとしたのである。しかし、 この案はすでに1951年に西側諸国が拒否していた。このため西側諸国は1952年9月23日の回答で以前の見解を繰り返し4カ国による中立な委員会の設置を再び提案するにとどめた。もし西側の最初の回答の後交渉の不成立が東側、西側の双方で内部決定されていたなら、 その見解は最後の4つの書簡の内容によっても公に表明される形になった。ほとんどの関係者や政治家は論点に同意しているが、1952年に再統一の機会を逃したか否かについてはいくつかの議論があり、主に2つの論点が存在する。何よりも連邦政府と西側諸国の行動が議論の対象となっていた。批評家の中には、 パウルゼーテ、歴史家のビルフリートロート、ヨーゼフ・ホシェポス、カール・グスタフ・フォン・シェンフェルス、そして何よりもドルフ・シュタイニンガーがいた。彼らの意見に答えたのは、ゲルハルト・ベティヒ、ゴットフリート・ニード・ハルト、そして後に加わった、ヘルマングラムルなどであった。批評家が繰り返していた、発言の中には、ラインラントの出身であるアデナウアーが、プロテスタントの地盤である。 東部プロイセントの再統一を全く望んでいなかったというものがあった。バイマル共和制時代のアデナウアーの姿勢が蒸し返されたが、同期として十分な確証を持って証明することはできない。しかし、アデナウアーにも合理的な同期があった。ドイツ社会民主党の伝統的地盤の多くは東ドイツの領域内にあった。東部地域があれば、ドイツ全体がよりプロテスタント的になり、 おそらく西部地域の連邦共和国よりも社会民主的になっていただろう。この議論には1950年代末と1980年代半ばに西側諸国の公文書館が資料を公開した後の2つの転機があった。より最近の1990年代の研究では旧東欧圏の資料も含まれるようになり議論の継続に貢献している。オランダの歴史家 ルード・バンダイクは1952年のスターリンはより誠実だったと後の議論で指摘している。ドイツ統一の可能性が低下していることが明らかになればなるほど1952年に重要な機会を逃していたか否かについての議論が強まっていった。マンフレット・キッテルによると統一の可能性が低くなるにつれて議論の幅が広がっていったという。アデナウアーが スターリンの申し出を受け入れなかったことをジャーナリズムで最も鋭く批判したのはパウル・ゼーテだった。ゼーテは1950年代初頭にフランクフルター・アルゲマイネツ・ツァイトゥング氏の共同編集者であり、少なくとも彼の解説の中ではスターリンの覚書の深刻さを確認することを常に口にしていた。このように彼はドイツの中立化を統一の適切な代償と考えていた。 彼は、著書、本からモスクワへの中で、機会を逃したという命題を提示し、スターリンノートに関する議論の礎を築いた。この命題は1958年1月23日の、ドイツ連邦議会の議論で注目を集めた。当時、ドイツキリスト教民主同盟とキリスト教、社会同盟は、少数政党ドイツ党と連立を組んでいたが、閣僚経験者である、 トーマスデーラーとグスタフ・ハイネマンの二人が発言した。当時、二人ともアデナウアー首相との論争によって政権を離脱していた。彼らはアデナウアーが統一のために十分な努力をしていないと非難した。再びこの議論が盛んになったのは1980年代に西側の資料が歴史家に解放されたことがきっかけだった。まだ当時は ソビエト連邦や東ドイツの公文書を研究者が閲覧することはできなかった。歴史家のロルフ・シュタイニンガーによる再統一の機会と題した1985年の論文は主に西側の資料に基づいて書かれたものだが、当時重要な機会が失われていたのか否か、アデナウアーの考えが最善の方法なのかを問いかけている。彼の主張は三つの前提に基づいていた。 一方、ヘルマングラムルは西側の行動を正当化した。また、西側の資料に基づき、アデナウアーの交渉への影響力をあまり重要視していなかった。グラムルは覚書そのものと交渉の計画的な失敗をソ連が東ドイツの東側陣営への統合を進める口実を作ろうとしていたことを意味していると解釈した。一部の旧ソ連公文書が公開された後も、 スターリンノートが単なる騒動であったか否かをめぐる歴史的論争は続いている。モロトフの論文を含むソ連共産党の中央党機関の資料を分析したペーター、ルッケンタラーはその質問に肯定的に答えている。ルードバンダイクはおそらく申し出が真剣なものではなかった理由を検討している。例えば西側が対応した場合のシナリオを検討した形跡はなかった。 これは歴史家の大多数の意見である。しかし、出典が乏しく状況が完全には明らかになっておらず、時折疑問を呈する論者もいる。ハンス・ハイン・リッヒ・ヒノルテは、スターリンは確かにドイツを中立国として再統一する準備をしていたが、その提案は西側では真剣に受け止められなかったと主張している。クラウス・ケルマンは、スターリンの伝記の中で、 スターリンが3月10日の文書で東ドイツのいくつかのものを引き換えにしたかっただけだと判断している。以下の文書は全て純粋なプロパガンダとみなさなければならない。ありがとうございます。